今回紹介するのは、オープンダイアローグとは何かという本です。なぜ人は対話だけで回復するのか依頼があったら24時間以内に精神科の専門家チームが出向く、そこで患者、家族、関係者を交えて状態が改善するまで、ただ対話をする。 フィンランドの一地方で行われているシンプル期はあまりないこの手法に世界の注目が集まっています。日本ではまだそれほど注目度は高くないけどアメリカでは既存の精神医療の考え方を根底から転換する流れとして大きく注目されているオープンダイアログの理論考え方ばかりでなく実践方法まで具体的に述べている入門書です。 斎藤氏の著書は時に長男会ですがこの本は極めて平易に書かれています確かにベートソンミラノハリフレクティングチームなど家族療法の基礎概念に馴染みがないととっつきにくいかもしれませんがそれらも丁寧に解説されています後半はオープンダイアログを始めたフィンランドのセイクラ氏の論文3本の翻訳で 前半はそれらを理解しやすいように斉藤氏が解説を書き下ろしていますフィンランド北部の人工過疎地で生まれたこの実践は北海道の過疎地で生まれたベテルの家の実践と結果的にはかなり共通しています薬物と入院に頼る日本の精神医療の専門家たちがこの考え方を受け入れるのはかなり困難でしょうが精神科救急 危機介入や精神科病等などで少しでも活かせればユーザーにとても優しい精神医療に転換できると思います今のところこの実践に興味を持っているのが医師よりも看護師が中心というのも日本の特質をよく表していると思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。